子猫が生まれた阿佐ヶ谷の病院で娘が亡くなった。月島の駅前子供があふれて新橋のホームで時計が壊れた。品川の構内で電車が遅れる。轟の学校で教師が逃げ出した。大森の海岸恋人が別れ、浅草の祭りで神輿が潰れた。それぞれの心、それぞれの思い、置き去るように時は流れる。嬉しいですか、悲しいですか、悔しいですか、満足ですか。明るく行くこの空の下、静かに暮れる東京都庁。満足ですか？